愛と勇気のラブレイブは、ゼウスアポロムスサノーの3人組からなるヒーロー型音楽ユニットである。サンムーンミュージックエンターテイメント所属。2009年8月24日、旧暦の七夕の日にゼウスとアポロンは何者かに導かれるように、富士山で運命的な出会いを果たす。ただしこの時には自分たちがまだヒーローだということには気づいていない。 2010年5月、上海万博を勝手に盛り上げに行くのだが、この時のコスチュームは、ドラゴンボールの悟空の衣装。アニメの国から来たヒーローという仮物の立場であった。しかし、その上海万博では、ドラゴンボールだ。悟空だ。という声援を浴び、パビリオンの順番待ちをするオーディエンスの注目を浴びる。同時に、各国パビリオンの責任者の目にも留まり、ドイツ館。 サウジカンなど、2時間以上待つパビリオンにも VIP 専用通路から入場させてもらう。さらにフランス、ドイツ、中国、ブラジル、ポルトガル、日本の報道番組にも出演。この時に、日本のヒーローってすげえ。みんなを喜ばせたら勝手にワープできる。という感覚を得た。この体験が、後の勘違いヒーロー、愛と勇気のラブレイブの目覚めのきっかけとなった。 ヒーローってすごい。という感覚から、いつの日からかヒーローになりたい。という強い気持ちに変化していく。そんな中、デウスが中学生時代にお世話になった福岡在住の天才音楽プロデューサー、一木広之と運命的な再会をし、ヒーローソングを作ってもらえませんかと唇を切った。まずは、イケイケのヒーローソングを作る。そのアイデアはあったものの、 一曲目は、究極のラブソングを選択。その理由は、アポロンが、自身の結婚式で神父に捧げる曲を、披露するんだという、自己満足の極みからこの曲順となった。作詞担当はアポロン。自身の妻に捧げるのだから、渾身の思いを込めて書き上げたという。こうして出来上がったのが、勘違い野郎のバラードである。 銀河の果てまで守り抜くという、およそ一般のミュージシャンでは口にできないようなフレーズを、堂々と使うあたり、ヒーローポジションならではと言える。そして結婚式当日、2011年11月25日に、見事に一曲だけの初ステージを行った。昭和のヒーローソングといえば、イケイケのオープニング曲と、しっとりメランコリーなエンディング曲が定番だった。そのセオリー通りにすべく、 超イケイケの曲を2曲目としてリリースすることを決意。ゼウスの発案で、俺たちの世代が最も熱くなれる曲を作る。そのためには、俺たち世代の仲間を集めよう。となり、急遽アラフォーの男たちを参集。クルメの会議室にて、作詞会議が始まった。自分たちが熱くなれる言葉、フレーズ、単語をホワイトボード4面を使いブレインストーミングで羅列する。進め。 ゴー、燃えろ、ファイヤー、夢がけ、飛び立とう、きらめく銀河などなど。それらをカテゴリーごとに分類し、主捨選択し、並べ替え、統合する。この作業をすることによって30代から50代が最も熱くなれる歌詞が出来上がった。そこに天才音楽プロデューサー、一木ゆきが魂のメロディーを投入する。あの頃憧れたヒーローソングのメロディライン。 あの頃口ずさんだヒーローソングの高揚感。そのすべてを見事に再現した楽曲が出来上がったのだった。それがラブレイブのテーマ、ラブレイブである。したがってどこを切り取ったとしても懐かしくもあり新しくもあるヒーローソングとなった。合言葉はすすめごーだ。この2曲からローブレイブのヒーロー物語が始まる。 そして2021年3月20日、7000万の時を経てるオーブレイブは、ついに3人目となる、あの男と出会った。彼の名はスサノオヤ山田オロチをぶった切った伝説の勇者の名を受け継いだ、もの。大自然をととしあらゆる生物の声を聞く男、ラブレイブスサノオ3人となった、ラブレイブの第二章が幕を開けた。 ユニット名を決めるにあたり様々なアイデアが浮かんでは消えていくのだが自分たちが本当に伝えたいことは愛であり勇気であることから二つの言葉をミックスして愛と勇気のラブレーブとなったそしてそれぞれの名前を決めるのだが小田ーツ氏の三次元世界の名前からアルファベットの A、A から始まる最強の名前ということでアポロンを襲名重松章次郎においては A と来たら ゼットじゃね。となり、ゼットってどんな神様だろうかと試案していたら、全能神ゼウスがいることに気づき、そこからゼウスを襲名した。その後ひょんなことから、ちゃんと神話学を勉強することになるのだが、何気なくつけた名前だったにもかかわらず、そのまんまの生き様、そのまんまの性格を生きていることに気づき驚愕する。俺たちは本当にゼウスと、アポロンだったのだと。こうして、自分たちは、 何の気なしに名付けた、ラブレイブ、ゼウス、アポロンが、真実であることをついに思い出した。そう7000万年もの間、この星を担当してきた愛と勇気のラブレイブであり、ゼウスであり、アポロンであると。最強の神ゼウスとアポロン。二人はまた思い出していた。この星に降り立ったのは二人だけじゃないと。そう。我々は増殖系ヒーロー。離れ離れになった同士が、 必ずいるはずだとの思いから世界中の勘違い野郎に出会うための旅に出る。ある日、自然の中で糧を得て、自然の素材で家を建て、自然の中で生きる山、おさめ銀の助に出会う。今までパトロール中に数えきれない男たちに出会って、きたが明らかに存在が異なる、この男。魂が震えるとはまさにこのことなのかもしれない。三人のど真ん中が共鳴する。 間違いない。ついに第三の男が仲間に加わることになった。しかしながら、ゼウスやアポロンというギリシャ神話を代表する名を持つ二人と並ぶとなると、銀の助は一体誰なのだろうか。ふとした時に名前をアルファベットで書く機会があり、そこで驚愕の声を上げる。なんと、名前にすでに、 ラブレーブの名が刻まれていたのだった。三の銀之助に含まれていたその名はスサノ。そう、山、おさめ銀之助はスサノーだったのである。愛と勇気のラブレーブオリジナルマフラー。祈りを込め、全工程手作業にて制作。完成後は、熱田神宮に適当し、草薙の剣パワーを注入。中に入っている金属は、アクシオンでできている。アクシオンは、 地球人の科学では解明されていないが、人々の意志によって形状や高度を変えることができると言われている。赤、青、木とあるが、それぞれ空、海、大地のエネルギーと呼応している。この必殺のヒーローアイテムがアマゾンにてわずか2800円で購入できると言うから、驚きを隠せないとはこのことだろう。神話ではスサノオがヤマタオオロチを退治したときに、 体内から出てきた霊剣であるとされているが、これは、ラブレイブスサノーとラブレイブマフラーの物語だったのかもしれない。三人の合体。この技を喰らうと、南国のビーチリゾートでトロピカルドリンクを飲み、四方美女に囲まれて、バカンスを満喫しているような錯覚に陥る。そして、なんだ、俺は満たされてるやん。戦うのバカバカしいという気持ちになり、結局は、 ラブレイブと友達になってしまうという技である。かつて敵だったピッコロやベジータが悟空の仲間になったように、ゼウスの得意技。お肌の曲がり角を迎えたご婦人が嫉妬と寝込みから悪の道へと逸れてしまった。しかしこの技を受けると、肌ツヤが蘇り本来の自分を取り戻すという脳内イメージが出来上がる。そして他人との比較から生まれてしまった負の感情に気づくのだ。 私は私で良いんだと、マインドリセットがなされた瞬間、ゼウスの愛に満たされ、結局は、ラブレイブと友達になってしまうという技である。アポロンの得意技。満員電車での通勤。汗だくで、ぎゅうぎゅうの通勤。ふと窓の外を見ると気持ちよさそうに、サイクリングをしている人がいる。その人物が自分だと気づくのに数秒とかからなかった。誰のために働くのか。 何のために働くのか。その自問自答から本当の自分に気づき、心から楽しむ生き方に目覚める。その瞬間、アポロンが横に立ち、おめでとう。と言って肩をポンってしてくれるのだ。そして結局は、ラブレーブと友達になってしまうという技である。スサノオの得意技。防御でありながら敵を改心させる技。世の中を見渡せば不条理だらけである。 不条理であるがゆえに心が曲がり世の中を憎んでしまうこともあるだろう。ハンライス大森という不条理に対し、どんな現実が突きつけられても全てを受け入れられる男になれ。そんなスサノオからのメッセージを受け取ったとき、大粒の涙と共にバスケがしたいです、とずするのだ。そして、人生の主役は自分自身であるということに気づく。君は、もう、俺たちの仲間だ。 ラブレイブのオープニングテーマ、はじめの歌である。熱い言葉のみで構成された。この歌詞は、どこを切り取っても燃えることのできる、ヒーローソングの決定版。かつてヒーローだった、君へ送る魂の参加。2009年11月原版、リリース、2019年12月25日全世界、同時配信。合言葉は、進め号。この星を守りたいんじゃない、君が住む、 この星を守りたいんだ。たった一人の愛する人に捧げる究極のラブソング。2009年11月原版、リリース、2020年2月2日、全世界同時配信。僕は今日から君だけのヒーロー。キンマン、アラレちゃん、ドラえもんなど、国民的アニメでは夏場になると、必ず温度が登場する。国民的ヒーローラブレイブとしては、夏場の時期に、 これをリリースせずにはいられなかった。2011年11月原版リリース、正規版は未発売。アパロンの第一子が生まれる直前に描き上げた歌。親がこう思う気持ちは、現在も過去も未来もずっと同じ。人は、こうして何万年も繋いできたんだね。人類に捧げる愛の歌。2020年5月9日、ゼウスの地球生誕日と同じ日に、全世界同時配信。 2020年福岡市文化エンターテイメント支援事業に認定される。生まれる前から約束してきたはずなのに、すれ違いの人生を歩んできた二人。奇跡と思えた出会いはすべて必然だった。やっと会えたね、思い出したよ、待たせて、ごめん何度も繰り返してきた魂は今やっと結ばれた。どの時代でもいつもそばに咲いていたのは、さやい、と呼んでいた花だった。 2021年5月9日、またまた、ゼウスの日に、全世界同時配信。狼少年大風呂式話半分何とでも言うがいい。無難な人生なんて、全く興味なし。当たって砕けて、そして前に進む。気づいたら道は、俺たちの後にできていた。他人の評価なんて気にするな。失敗したらチャンス到来。失った半分こそが愛。 得られた半分抱きしめろ。人類の何万年も繋がる命、その愛おしさを全国の中学生が歌い上げる。親から子へ、子から親へ、太陽の色が主張曲で愛を紡ぐ。合唱コンクールや卒業式で歌われたならば、この国はもっともっと光り輝くに違いない。ラブレーブはそんな思いを込めてこの曲を世にリリースする。見上げれば七つの光、太陽の色。 風見ミ郎とラブレイブ仮面ライダー V3 の風見ミ郎こと宮内博さんとの対談を収録ヒーロー魂サイト YouTube チャンネルで視聴可能2017年8月収録ウルトラマンエースの北斗隊員こと高峰慶治さんとの対談を収録ヒーロー魂サイト YouTube チャンネルで視聴可能2018年4月収録 初代ウルトラマンの早田隊員こと、黒部進さんと対談。動画は未公開。ゼウスとアポロンがそれぞれヒーローっぽいことを話す。YouTube 番組。まあまあ続いた。ラブレイブ研究所。所長の監修のもと、栄光のヒーローたちのポーズを真似る。YouTube 動画。まあまあ大変。ラブレイブ研究所。所長の回顧録。昔のヒーロー。 特撮の思いを語る YouTube 番組、気ままに更新。国立 FM の冠番組、ラブレイブの勘違いだっていいじゃないか。は、ラブレイブの二人が突如国立 FM に降り立ち、勘違いっぷりを撒き散らすというどうでも良いコンセプトで始まった。全21回放送。現在でも YouTube で視聴可能。もしも28歳のニートがドラゴンボールを本気で読んだら、Z は、 未発売の超大作。主人公は、のびかつおで28歳、ニートである。ヒロインは、幼馴染の鈴香、鈴鹿鈴鹿の最初のセリフ、ちょっと、あんたちょっとは手伝いなさいよ。が、ドラゴンボールのブルマのセリフと重なっていることに、気づかされる。そのきっかけを与えたのが、アロハシャツに、サングラスのファンキーなおじいちゃん。こんな偶然の出会いから、物語は始まる。 そしてクライマックスは、まさか28歳のニートが地域を救うヒーローになるなんて、という超大作。なのに未発売。ありがとうございます。